今日はポストイットアプリの紹介をしたいと思います。このアプリ決して新しいアプリではなくて結構前からあるアプリなんですね。ですが最近私は知り合いから大量の付箋をいただきまして、教室で付箋を使った活動が多くなりました。そしたらこのアプリのことを思い出したんです。で使ってみたらやっぱこのアプリいいんですよ。でぜひいろんな方に使ってもらいたいなと、まだ知らない方のために紹介してみようと思いました。まずはこのカメラボタンのところをタップします。そしてこのシャッターボタンを押しますと付箋を撮影することができます。撮影された付箋は自動的にアプリの中に取り込まれます。この辺クリックしますと付箋を整列させることができます。一部の付箋をずるずるっと引っ張っていくと新しいグループに分けることができます。グループはいくつでも作ることができます。他のグループに付箋を移動することもできます。グループの名前を変えることで簡単な付箋ワークを行うことができます。これだけでもかなり使えるんですね。ただしこれ iOS のアプリしかないので iOS、iPad や iPhone でしか使えないんですね。学級の中で子どもたちが全員 iPhone、iPad を持っている場合だったらこのファイルをみんなに共有するだけでみんなでこの付箋を使って付箋ワークすることができるんですけども、そうじゃない場合は一手間必要になります。具体的には PowerPoint のファイルでエクスポートすることによってパワーポイント上で付箋ワークを行うことができます。はい、それじゃあ右上の共有ボタンをクリックしてみましょう。そうすると共有する形式を選べますので、ここでパワーポイントを選びます。で共有先で今回は AirDrop で Mac に送ってみたいと思います。はい、自分の Mac を選びます。はい、これで共有完了です。早いですね。で送られてきたパワーポイントファイルを開いてみますと、こんな感じでさっき撮影した付箋がパワーポイントの中に取り込まれています。これグループ化されてますのでグループ化を解除してあげます。すると一つ一つの付箋がそれぞれ自由に動かせるようになるんです。これでパワーポイントを使って付箋ワークをすることができます。あとはこれね、共有設定を変えて URL を作って子どもたちに送ってやると、子どもたちがそれぞれの端末からこのファイルを同時に操作することができるので簡単にパソコンを使った付箋ワークをすることができます。でこれさらに Teams 使ってますともっと簡単に共有しての付箋ワークをすることができます。はい、また同じように共有ボタンを押してまた PowerPoint で共有しましょう。で今度はTeams ですね。Teams 選んで宛先を選びます。今回5年生のチャンネルに送ってみたいと思います。5年生を選びます。で、送信ボタンを押します。そうすると送信始まります。AirDrop よりは時間かかります。それでも、はい、これで終わりです。そうするとこれが Teams に送られてきますので、これを Teams で開きます。ちょっとこんな感じでやっぱ開くわけです。でこれもうすでに共有されていますので、同じチームにいてこのチャンネルにアクセスできる人であればもう共有設定最初からかかってますので誰でも同じように付箋ワークをすることができる。めっちゃ簡単に付箋ワークができますのでかなりおすすめのアプリです。また気が向いたらこのねポストイットアプリの使い方説明したいと思います。ぜひチャンネルに登録してください。いろいろな情報小技紹介いたします。それではまた会いましょう。